20年前に書かれた東野先生の原作があまりにも鋭くてですね、私で大丈夫だったのかなっていう、まあ思いもありながら、しかし、100人超えるスタッフ、キャストとともに、本当に一つになって、文字通り一つになってですね、作り上げた作品で、先生自身が言いたいことを全部言ってくれたと、ご評価いただいたんで、まあ、本当にまず作品作りとしてやってよかったなっていうのがありますんで、はい、まあ、正直6割ぐらいは自信があるっていうか、まあ、何の映画でも五分五分なんでね、そういう意味では 60% 自信があるというのはかなり自信がある部類なんですけど、うん、東野先生のそのなんていうのかな、うまく言えないですけど、科学技術に精通した側からのその危機予測っていうのがあまりにも鋭く、また書かれた直後にモデルになった原子力発電所で事故が起きたり、あるいは東日本大震災の福島の悲劇であったり、そういうものを現実に我々目にしてるんで、空想ではないんですね。現実が我々の情報や体験の中にあるわけでして、その中で見るこの作品っていうのは果たしてどんな強さを持つのかっていうところをぜひちょっと頭の片隅に見ていただいてですね、いろんな考えがよぎっていただけるといいなと思ってます。定食屋の親父みたいなもんで、やっぱカレーを作るときにはなんですか、フランス料理がついでにカレーを作るんじゃなくて、やっぱり定食屋のカレーを作ろうって思うんですか、うん、同じように親子丼も必要だし、うん、チキンピラフだってあるだろうし、ハ、うん、メイクだってあるだろうし、ひたすら寿司だっていいぞっていうね、それぞれのタイプの映画の専門職監督のような方々もいらっしゃるだろうけども、はい、残念ながら私はそうじゃないので、やっぱり一作一作に自分なりのその到達目標みたいなのがあって、まずその目標を強くイメージすることから始まって、でそこから演繹して、スタッフはどうするのかなとか、どれくらいの時間をかけて撮るのかなとかっていう、あるいはキャストはどうなんだろうっていうことを、まあ、プロデューサー、あるいは出資者と相談しながら進めていくということなんですね。それはまあ定食屋の親父さんが玉丼の卵は何だろうって考えると一緒で、でもしかしてやっぱり定食屋だけは全部美味しいわけですよね。じんぐりじんぐり毎日食べてみようっていう気になるわけで、外せない、どれもこれもまずいものは作れないのかっていう意味では、似たような感覚じゃないかなと思うんです。商品としての映画っていうものにチャレンジしたいなと思ってたんですね。でそこに渡りに船で現れたのがハイビジョンというシステム。もちろん光学フィルム撮影もたくさんやってますけども、基本テレビと映画がその違うというところをなんとか突き崩すっていう仕事をしたいというふうに思ってたんです。で近代史上の事件も一応数字取れました。それを映画にします。その時にハイビジョンカメラが使えないとか、あるいは継続もしかり、トリックもしかり、でだん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 双方の敷居が取れてきて、むしろもう今フィルムで撮ってる人のはどんどん少なくなってきて、僕たちが開発してきたことが主流になってくるっていう、まあ時代に押された格好付きの映画監督だったら未だにあります。だ僕はいわゆる日本の映画芸術のスタッフではありません。映画一万本見なさいとかなんてことは絶対に言わないです、ね、言わないです、ね、言わないです言わないです。映画一万本見てる人は逆にあんまり付き合いたくないです。それよりか、いや本当にネパールに1年いましたとか、自衛隊で北前進2年やってましたとかもうなんかそういうところに行った人の方が面白いし、逆に柔軟な発想ができるっていうか、だから昔ながらなんか一つの、
持っていると、うん、本当にそれが助けられる。本当に何でもいいんです。英語が好きだとか、はい、競馬じゃ負けないとか、うん、そんな人があったらぜひお付き合いしたいんですけど。